じゃあ次ね、宇和島から、松山方面に行きますね。ちょっとこれぐるっ、ここはなんか始発みたいになってて、ちょっとぐるっと回っていきます。ね、よし。そうですね。松山。列車が参ります。よし。先列車が発車の松山に。次の八幡浜には3番乗り場に到松屋到着です。次はね、伊予西条に向かいます。松屋、よし、あ、向こうの電車だな、向こうの電車だな、よし、よし、よし、伊予西条駅、さあ伊予西条駅着いて、これちょっと30分待って、この香川のなんだ、多田津っていうところに行きます。そこでね、ちょっと考えます、野宿するかどうか。そうそう、今回はね、そんなに野宿してないんですよね。2、3回ぐらいしかしてないです。最上観光マップ。最上。最上。いいよ、最上。次、多度津に行きます。誰もいなかった。左の多度津ってとこですね。ゼロ。ここに行きます。とうとう俺だけになっちゃいました。ちょっと、足が。ちょっと軽く寝ます。はい、こんばんは。今ですね、電車に乗ってます。電車に。で、今、11時ぐらいですか。なんで、今日は多度津っていうところに泊まります。あ、泊まるって野宿です。多分おそらく野宿んで、朝一始発で境出に出て、香川県の境出、そして瀬戸大橋に乗って、そこすぐ岡山なんですよ。で、岡山に行きます。ほんで、どうする、岡山城かなんか見て、そしたら今度こっち関西方面、姫路とか神戸とかあっちに行きます。そんな感じですかね、予定としてはね。はい、多度津、よし、多度津に到着です。よっしゃ、多度津です。多度津駅。おや、ちょっと暗くてわかんないでしょ。これ SL。SL あるよ。これ77番目ですね。今ね、多度津駅の
向かって今ファミレスで食べてて、もうやっぱり夜中1時過ぎてね、明るくなってるんですよね。うん、はい、今日は野宿なんでこれ歯磨きしますね。よっしゃ、今深夜1時半、1時半なんですけど、月が綺麗なんですよ。ほらこれね、これ月ですよ。あんまり、おやすみなさい。おはようございます。今日はですね、関西方面に行きたいと思います。今4時半なんですよね。ね、でまだ空いててよかった、ここに、ね、よし、多度津駅です。はい、これ5時9分、高松駅、これに乗ります。これに乗ります。よいしょ、よし。で、今日の予定は、今多度津ですね。今多度津にいて、境出に出て、それから岡山ですね。岡山に出て、で岡山から関西方面に行く流れです。よろしくお願いします。では今境出に着いて、次は、乗り換えですね。次瀬戸大橋通って岡山に行きます。まあ、これで、まあ、今日で四国が終わりですね。それから今度は暑い関西地方に行きますよ。日本で一番暑い地域に行きます。岡山行きで、ドアにご注意ください。おはようございます。それでは朝の瀬戸大橋をお楽しみください。